駅前北側駅前南側新京駅は大阪府泉南市新京にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JRR47 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。駅舎は和歌山方面行きホーム和歌山寄りにあり、反対側の天王寺方面行きホームへは古線橋で結んでいたが、 2014年6月15日に天王寺方面行きホームに西口が設置され、線路両側から入場できるようになっている。従来の駅入口は東口となった。ホームへ上がる車椅子用スロープは、下り若山方面ホームは駅津と無室側に、上り天王寺方面ホームは駅津と無室から見ると踏切を渡ってホーム横にある。便所は2006年3月より、 男女別推薦式便所に改修済み、様式、新商社用便所も備えている。泉砂川駅が管理している業務委託駅である。以前は直営駅であったが、2019年度より JR 西日本メンテックが駅業務を受託する業務委託駅に変更。2021年7月1日より JR 西日本交通サービスに移管された。 自動券売機が設置されている IC カード移行化を利用することができる大阪府統計年間によると1日の平均乗車人員は以下の通りであるありがとうございます